1945年のケルンドイツのケルン氏は、第二次世界大戦中に262回にもわたる連合国の空襲を受けたが、そのほぼすべてはイギリス空軍によるものであった。他にアメリカ陸軍航空軍が誘導ミサイルの補足試験を1回実施しているが、これは失敗している。イギリス空軍が投下した爆弾の総量は、 合計34,711トンにも及び、市民2万人が死亡したほか、ケルン市外はほぼ壊滅状態となった。イギリスの爆撃機が頭上を通過したとして、1940年の冬から春にかけて空襲警報が出されていたが、初の爆撃は1940年5月12日のことであった。百四十二年五月三十日夜から十一日未明に、 かけて行われた空襲は、史上初の爆撃機戦機による大空襲であった。イギリスで公式に発表されたケルン空襲の創造図。街のシンボルでもある、ケルン大聖堂が描かれている。ケルン大聖堂は度重なる空襲にもこらえ、戦争を生き延びた。史上初の爆撃機戦機による空襲は、1942年5月30日から31日に、かけての夜に行われた。 イギリス空軍がミレニアム作戦と呼んだこの大空襲の主目的は以下の2つであった。この時点で空軍爆撃機軍団には約400機しか配備されておらず、戦前の総発中爆撃機からハンドレページ、ハリファックスやアブロ・ランカスターといったより効率的な4発重爆撃機への機種転換の途上であった。ハリスは作戦訓練部隊の爆撃機と兵員を動員し、 空軍沿岸コマンドと空軍訓練コマンドから250機をかき集めることで1000機の爆撃機体を編成することができた。しかし、イギリス海軍は空襲直前になって沿岸コマンド所属機の参加を許可しなかった。海軍本部は大西洋の戦いにおいて U ボートの危険は差し迫っており、プロパガンダという理由は部隊を引き抜くには弱すぎると判断したのである。 ハリスは方々を駆け回り、飛行訓練生を教官と一緒に登場させることで49機以上の爆撃機を確保し、最終的に1047機を空襲に参加させた。これはそれまでの空襲の2.5倍の参加機数である。うち58機はポーランド人の部隊から参加した。爆撃機に加えて、地上攻撃のために113機の戦闘機が随伴し、 ドイツの夜間戦闘機飛行場を攻撃した。もともとハリスは、ケルンではなくハンブルクを第一目標としていたが、ハンブルクの天候が悪く選択肢とならなかった。イギリス空軍爆爆撃機軍団のオペレーションズリサーチ部門長であったバジルディキンズ博士は、G による広報支援圏内にあるケルンを選ぶよう進め、ハリスはこれを受け入れた。1 9 4四年十月三十 31日のケルン空襲における爆撃機の H2S レーダー画像。弾外に攻撃後に注釈が付けられている。ボマーストリーム戦術が使用されたのもこの時が初めてで、この空襲で採用された戦術のほとんどは、その後2年間にわたって空襲作戦の基礎戦術であり続けた。また、一部の戦術は終戦まで使用され続けた。 ボマーストリーム戦術は、いわゆる飽和攻撃であり、カムフーバーラインを同時に、多数の爆撃機で通過することによって、ドイツの地上洋撃艦性を圧倒し、ドイツや艦船闘機に撃墜される爆撃機の数を、許容できる程度に抑えることを期待するものであった。当時の最先端技術の一つであった、電波広報支援、システム G により、爆撃機は決められた経路を決められた時間と高度で、 飛行することができた。イギリス空軍の夜間爆撃作戦は過去数ヶ月にわたって実施されていたが、その経験から敵の夜間戦闘機や降車砲による損失機数、空中衝突による損失機数を統計的に推定することができた。前者を最小化するには密集陣形が有効であった。防空に当たるドイツ夜間戦闘機の管制員が、 迎撃指示を出せるのは1時間あたり最大6目標程度であり、校舎奉仕も同時に多数の標的に集中砲火を浴びせることはできなかったからである。戦争初期において許容可能な作戦時間は4時間程度と考えられており、この空襲では90分間で全ての爆撃機がケルン上空をこう過ごして爆撃を行った。 最初の爆撃機は5月31日0時47分にケルン上空に到着した。ごく短時間に濃密な爆撃を行うことにより、ドイツ空軍がロンドン大空襲で行ったように、ケルンの消防隊を圧倒して被害を拡大させる効果があると考えられた。ヘルマン・クラーセンが撮影したケルン旧市場のセイマルティン教会、廃墟と化している。空襲では、 主目標に868機、その他の目標に15機が投入された。投下された爆弾の総重量は1455トンに上り、その3分の2が焼夷弾であった。これにより2500件の火災が発生、うちドイツの消防隊が大火災と分類したものが1700件であった。消防士の消火活動や通りの幅のおかげもあって、火災旋風の発生こそ防がれたが、 それでも、なお被害の大半は、爆風ではなく、火災によるものであった。非居住用建物は、合計12,840棟が被害を受け、そのうち3,330棟が、全焼、2,090棟が深刻な被害を受け、被害が軽いものは7,420棟に及んだ。そのうち、商工業施設2,560棟であった。全焼した建物には、 行政官庁7棟、公共施設14棟、銀行7棟、病院9棟、教会17棟、学校16棟、大学施設4棟、郵便及び鉄道施設10棟、歴史的建造物10棟、新聞社2棟、ホテル4棟、映画館2棟、デパート6棟が含まれていた。軍事施設のうち損害を受けたのは、校舎弊社1つだけであった。 民家を中心とした居住用建物への被害はさらに大きく全焼13,010棟、深刻な被害を受けた者が6,360棟、被害が軽い者に至っては22,270棟に上った。ヘルマン・クラーセンは空襲によりケルンが荒廃する様子を1942年から終戦に至るまで記録し、1947年に 豪華の中に歌うケルンことの廃墟と題する展覧会と書籍で発表した。この空襲におけるイギリス空軍の損失奇数は43機であった。これは空襲に参加した1103機の爆撃機のうち3.9%に当たる。ケルンまたはその近郊で22機が撃墜され、うち16機は降射砲、4機は夜間戦闘機、2機は衝突で墜落した。 このほか2機のブリストルブレニム系爆撃機が夜間戦闘機飛行場の攻撃の際に撃墜された。他の乗員を爆撃機から脱出させるため犠牲になった飛行士カンレスリー・トーマス・マンサーにビクトリア十字章が追贈された。ありがとうございます。